ホラポス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。時刻は9時3分となりました。今日はここじゃん京阪出町柳駅までやってまいりました。新しく買っちゃいました。ちょっとええ値段するんですけど、マウンテンライトジャケットを買っちゃいました。今日はちょっとしぐれる感じだったのでゴアテックスですね。ゴアテックスお揃いです。それでは今日元気に、あ、待って、コース紹介ですね。今日の予定教えてください。お枝は、今日かっこいいね、いいの来て。ゴアテックスです。ゴアテックスですね。無理やり買わされました。嬉しそう。はい、押し売り。比叡山に行きます。比叡山、はいはい、延暦寺に行きます。延暦寺行きます。痩せにおります。痩せ、はい、はい、から岩倉の純ちゃんが大昔にアルバイトした無法マスという居酒屋に行きます。はい、どっちかというとこれが楽しみらしいですね。はい、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。おうおう、白なってる。おー、雨で言うとこれ、時刻は、9時38分、距離は 2.8 キロ、はい、ここから北白川自然、史跡と自然の道。こんなところにこの人を知りたいと。この人を忘れました。はい、パブテスト病院の横です。はい、久しぶりやね。うん、うん、襲われたんか。あ、そういうそんなニュースで出たわ。やったな。やば、チリンチリン、うん、チリンチリン、冬眠中から。これでも暑いわ。暑いんやで、今日が暑いな。暑い。茶山へて、茶山、お茶の山、茶山。もうこれあれやね、木がなかったら見晴らしいんやろな。おう、茶山。9時57分、はい、3.6 キロです。はい、茶山、茶山。
お、なんか覚えてるぞ、この辺。傾いてあるやん、うん、ピース違うってって言うやろちゃうって言うお揃い怒られるわごめんねいいよハイタッチバシ当たるぞはい、瓜生山に到着しました。10時15分、はい、4.2 キロです、はい、お参りしてから休憩します。今日の美味しい卵サンドを作ってきました。お弁当じゃなくてちょっとずつ食べれるものにしました、はい、もっと激サブかと思ってたんですけど全然ね弁当でもいけましたねこれね、うん、久々の手作りおにぎりを食べます。はい、手作りアピールせんでもアピールアピール。純吉弁当ありません。うん、弁当じゃないのわざとです。はい、10時27分出発です。再出発。美味しかったね、うん、やっぱ梅干しおにぎり最高やね。あそこやで、比叡山。おお、近いね。うん、京都一周トレイルはね、案内が分かりやすくていいよね。おー、私でも読めるはい、広い道に出てきました。はい、気持ちがいいね。いや本当にね、いい素敵な山歩き楽しめるね、うん、案内もしっかりしてるし道もよく踏まれてるし、はい、本当ハイキングにぴったりですね。はい、程よく汗じわんです。お、暑いわ。じわ汗もじわんですホットコーヒーとサンドイッチとおにぎりの組み合わせが最高に美味しかったね、うん、やっぱ家とか職場とかで食べる食事とはちゃうね、山ご飯は、うん、美味しいとか。リンゴとね、リンゴも良かったね、うん。ゆうちゃん何が一番美味しかった？おにぎり。おにぎり、梅のおにぎりでした。はい。いいね。はい。間もなく第2回目の休憩ポイントです。はい。はい。鳥居のところに到着しました。ワン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 ではなく11時12分、はい、距離は7キロジャストです、はい、ここベンチがあって休憩スポットにもなってます、はいはい、ここを左に取ります、はい、休憩もういいですかね。休憩しますよ。あ、します、はい、しますらしいです。はい、11時21分再出発です。はい、春みたいな。
はい、時刻は11時36分、はい、距離は 11.… あ、ごめんなさい、距離は 7.8 キロ。はい、どこですか、ここは。69番東山。はい、分岐です。めっちゃ分かれてるやん。修学院の方に行く道。はい、どう、こっちやな。あ、こ、待って、こっちか。こ、これやろ。はい、やな、うん、そうそう、これやろ。ちょっとややこしいところですね、ここは。これ、あ、頭がもげてるから誰かがあれしてくれてんねんや。石やもん。丸太やな、うん、大トルが懐かしい。初めての雪です。本日初雪ですよ。本日の初雪。ここ日陰になってるからね。お、あるやんって感じだね。アイデンするか。でも。あ、ほんまや。ないんだけど。ゲレンデって感じやな。雪ない。雪ない。はい、時刻は12時38分、はい、距離は 10.5 キロ、はい、到着。山頂ちゃうで、まだ。3時間半ほどで来ましたね、はい、あ、歩きやすくていい散歩道だったよね、うん、ハイキング道、うん、トレイルランナー率の方が多かったですね、登山者より、はいはい、お手洗いはこちらです。琵琶湖見に行こう。はい、そこが比叡山の山頂です。うわ、すごい。あれは平山の方じゃない？すごいいい眺めやね。うわ、すごいな、多い。ほんのりと雪が。うっすらか。うっすらだね。アイデンする？どこやったっけ？この上か。三角点？うん。あ、っぽいね。あれっぽくない？お前がやっぱ施設が多いと山っていうよりなんかこう、施設って感じ？うん。はい。大綺麗ですね。関西100名山。100名山。おせ、ほら、関西100名山再び。タッチ。大ヒエイ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 。遠力寺への道。はい。ゴーン。ゴーン。来たよ、みんなで。
いや、その時は思い出されへんかった。今なんかすごいデジャブった。はい、はい、いきます。それでは、せーの、うわ、でかコンポン中と、はい、キュウリ中です。キュウリ中です。一応お寺っぽくしてるんですかね、これここに入ってみたいと思います。行くんですか？はい、行きます。マジですか？はい、あ、線香、ここからは撮影ダメです。はい、ひげちゃん湿度が高いんでね、ああやって修理がいるねって。はい、はい、時刻は13時55分、距離は 13.6 キロ、はい、改修工事中で、この上をずっとね、屋根の上から見るような、ね、ことができました、うん、銅の板を張ってる最中でしたね、はい、まあ、これはこれで貴重な体験でしたね、うん、ただね、冬に来るとね、足の裏がもう超寒くて痛い、なんで、ここ見学したい方は厚手の靴下を履いてくることをお勧めします。めっちゃ体の芯から冷えました、もう激寒極寒では下山に向かいたいと思います、はい、あ、これっぽいね、うん、何時かな、14時20分、はい、14.8 キロ、はい、これっすね。何も書いてへんけどなまあきっとこれっすね、はい、はい、行ってみよう。うわ、ええ道、ええ道やな、ちょっと走ってみよう。シャドウやん、もはや。ほんまやな、シャドウやったんかもわからんな。おお。スカートだらけやで。おお。なあ、こんなに山あんねや。ねえ、初めてやな、この道。うん、林道やな。そうやな、この柵のところを下に行ったんですけど、どうもルートから外れてきたんで、また戻ってきました、はい、これは上に上がります。はい、下山なのに登ります、はい、どうや、戻れる、こっちから降りるのか。おありがとうございます。あ、いい位置に戻った。滑りますね。うん、枯れ葉で。Yeah.
やっとね、一心地こう置ける気温になってきました。もう、経路が暖かくなったし、足も動くようになったし。ちょっと標高違うとこんな違うんですね。うん、足元は滑ります。うん、道やのにこの道であんまり通る人おらへんのかな。道案内一個もないな。そうやな。そして迷います。ペロン。15時20分、はい、18.4キロ、はい、いやちょっとね、あの京都一周トレイルを外れたあたりからね、うん、ちょっとなんか歩きにくいかなみたいな感じの道になりましたけどね、うん、まあまあ秋じゃなかったら、落ち葉がなかったらもうちょっとマシかな、うん、ちょっとね、うんうん、あの岩ゴロゴロで、まあ、若干注意力を必要としましたが、はい、無事下山してまいりました、うん、今日はここから岩倉、はい、岩倉に向かいたいと思います。大昔じゅんちゃんが住んでたところを探しに行きます。ちょっとね、うまいこと見つかるかどうか分かりませんけど。まあ、あの打ち上げは京都岩倉でしたいと思っております。はい、それではまた後ほど。はい、まだあるで山。山道。油断完了。時刻はペロン15時29分、はい、距離は19キロ、ケーブル野生機、はい、野生機です。跡地これ動いてんの？いや、冬場は動いてへんやろ。なんかかなり、旧式の、うん、なんかでも、はい、休憩して作戦会議終了です。はい、15時37分再出発。おー、もう19キロやって。結構いったな。うん、でも見どころありでええコースやったね。うん、最後の下山道だけ間違えんように注意やな。はい、はい、うん。高野川。高野川。おお、高野川こっから流れてんねや。へえ。はい、また山に入ってきました。なかなかね、山道を下ろしてもらえないね。まあ、これはこれでいい道だけどね。ペコぐらい。はい、線路が出てきました。はい。あ、来たね、電車。うお、一両編成です、うん、お届けしましょうよ。うん、かわいい。ミニカーで、エイデンって書いてある、うん、だいぶ乗ってへんやん。そうだ、こういうことも起こり得ます。うん、これ駅やん、ほら。おお、三宅八幡。三宅八幡宮やろ。はい、時刻は16時16分、はい、距離は 21.8キロ、三宅八幡宮にやってまいりました。はい、ここで一旦お回りを済ませまして、行こうと思っている居酒屋さんが5時オープンなので、ここでちょっとのんびり時間を調整していきたいと思います。今回の旅はですので、この 21.8 キロで一旦終了ということになります。はい、お帰りの際は永山電鉄の駅とかも近いんでね、はい、はい、ということになります。じゃあここで一旦お別れです。はい、どうやったんですかね、今日は。それはね、いつもね、私のそうですって言ってパクるからね、感想先に言ってましょうね。私の上手、雪がなかったのが残念でしたね。あ、雪踏みたかったらしいですね。まあ、全てがほとんどが縁道でね、うん、大して迷うこともなく、はい、おすすめポイントは何ですかね、今回。無宝松です。なんでやね、比叡山ちゃうんかい。無宝松です。うん、今行くと、修繕中の様子を、後出来上がってしまったら、出来上がった後になったらね、この作りかけの様子っていうのは見れないじゃないですか。だから、銅の板を張る前の屋根の木目の様子だとか、うん、好きな人にはたまらんスポットになってると思うんですよね。その毛なんで足写すねん。どういう姿勢や。こんな感じ。気合入っとる。うん、うん、なんで建築好きな方とかね、あ、こういうプロセスを踏んで出来上がってんやっていう、うん、言うたら昔々もう出来上がったもんやったらその中身は見られへんやんか。だから修繕ならではの良さっていうのもあると思うのよね。うん、なんで今行くと令和6年完成予定やったかな。
なんか8年とか8年やったかな、どっかにはちょっと間違ってたらごめんなさい。なんで今の時期に行かれる良さもあるし、完成してからなら完成して行かれる良さもあるし、ただ冬場に行くんやったら厚手の靴下は必須ですっていうの感じですかね。はい、ところで純吉さんの住んではったところは分からへんのですかね。あ、もうね、私ね1年しか住んでなかったから全く記憶をたどれる気がしない。もうほわーんとしか分かんない。はい、なんでちょっと諦めたいと思います。はい、分かりました、はい、じゃあまた後ほど。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、純吉さんが大昔にアルバイトした大昔30年ぐらい前です。30年前、大昔やのれん出てます。ウホーマスです。行ってみましょう。はい、クローズです。まだいやいや元気な。もうこれました。滋賀県で就職してた。あ、そう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 。滋賀県にまだいるの？いや、もうまた大阪なんですよ今。はい、よっていい。ありじゃん。パーってなの。ねえ、そうそうね、バーってぶっかけてしまって、ね、こっちのそっちの席でね、もう今でも思い出すわ。もうね、ちょっとね、当時10代やったんでね、泣いちゃってね。もうね、どうやったお客さん。いや、あのカップルやってね、その女の子の方にかけてしまったんよね。だから男の人が彼女のためにちょっと怒ってくれた風だったんやけど、彼女の方が優しくってね、でも沢子さんがその時もクリーニング代とか言ってね、なんかしてくれはってね。いや、居酒屋とかでテキパキ働けるようになったのもここのお金なのよ、全てが全てが、ここが原点ということです。もう洋単価って感じよね。いろいろ思い出すわ。はい、純吉さん来ました。来ましたね、だし巻きですね。だし巻き、はい、はい、はい、これは野菜サラダですね。野菜サラダですね。ポテトサラダも美味しいんですけど、野菜サラダにしました。はい、はい、はい、あちらが先ほど出てきた無法松です。はい、いやー、約30年ぶりにもかかわらず、うん、覚えててもらえててね、しかもね、私大学卒業して一つ目就職した時にあの挨拶に来たんですよ、うん、そしたら、あ、もう挨拶来てくれたよね、うん、とかって、もうそういうことも細かい話も全部覚えててくれてて、うん、いや、ちょっと感動しましたね、うん、10年ほど前にリュウちゃんと行った時のことはすっかり頭から抜けてはったみたいで、ちょっとね、まあまあまあ、うん、紹介しましたけども、うん、まあでもね、嬉しかったですね。もう久しぶりに美味しいお作り食べたって、サザエとかも食べたってね、美味しかった、ね、美味しかった、リュウちゃんは何が一番楽しかったですかね。サオコさん、あ、サオコさん、もう店長さんね、69歳の女性なんですけどね、30年経っても変わらずお元気でね、もう思わず妖怪並みに変わらへんなとか言ってしまいましたけどね。失礼な。まあそんだけ若くてキビキビしてるってことですよ、もう鍋振って。もう私もね、ああいう風な元気な60代70代を目指してね、現役で働けるように今からモリモリ鍛えてまた頑張りたいと思います。大丈夫やろ、モリモリ。まだほんで、あの69歳でもこうやって YouTube で喋ってることが目標ですかね。リュウちゃんその時何歳？ジュンちゃんが何歳？ジュンちゃんが70だとしたら84、うん、あ、まだまだいけるな。で、今度はここの目の前のバス停から京都バスに乗って帰りたいと思います。はい、はい、それでは皆さん、また元気でお会いしましょう。あったねー。